Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダブダモジさんにむらです。どうもホイップボヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。ドゥンドゥルルルルドゥドゥン第1回輝く日本夫婦喧嘩大賞ドラムロール下手なんだよな面目ないはい、前回に引き続き。そう、前回に引き続きですね、うん、ただただ今年あった夫婦喧嘩を二人で開陳していこうと。はい。そしてこれから結婚したいと思っている方は、あ、夫婦ってそういうことがあるんだなと思ってもらい、そして、熟年夫婦の皆様には、あ、うちらもそんなことあったなと懐かしんでもらいたい。そんな企画でございます。なるほど。はい。はい、前回ね、二人でいくつか喋っていきましたけれども、うん、はい、今回後編ということで、うん、なんか、二村さん、ありますか？僕、いいですか？出して。うん、僕はね、今年というか、もう、ほんと、ついこの間ですけれども、はい、山口に僕、行ったじゃないですか。うん、で、その時に僕、寺社を回ってるんですけどね、防府天満宮というところに行った時に、そこで、お札をね、一個買ったんですよ。うんうんうん、で僕は結構そういう、ほら、信心深い、ところがあるので、うん、で結構家には、そういう、どこか、そういう寺社で買ったお札ってのは、結構ね、複数、並べられてるんです、うん。そういうお札を置く棚みたいなのを一応作ってあって、そこにこう札を並べてるんですけど、山口さんに帰ってきてそのお札をこうポッて置いたんですよ。うん、それを嫁が見て、また買ったのって言ったんです。カチンってきました。またとはどういうことだって。おうおう、このお札の皆様たちが我々を守ってくれてるんだぞっつって。お前もご利益に、ご加護に預かってるくせに。そう。このお札たちがあるから、僕はね、なんとかこの一年、うん、ね、まあ、ある意味不自由なく、生活ができてきてるんだあって、感謝をしなきゃいけない存在で、うん、あればあるほどいいんだよ、つって。うん、またじゃないのよ。嫁はいやいや、だとして量多すぎるだろ、つって。ほんと至るところ行って買ってくるけどさ。うんうん、安くもないだろ、つって。うん、まあ、1000円ちょいぐらいしますからね。違うんだ、つって、喧嘩しました。くだらないね。実にくだらないね。この企画、一人話すじゃん。うん、恥ずかしい。その時は結構本気で怒ってるけど。わかる。恥ずかしい。その時は、俺マジで、もう離婚だよって毎回思ってる。俺もずっと一人で生きてきたんだから、もう明日から俺は家出たっていいんじゃいぐらいの気持ちでいるけどね。俺はね、これはね、今年の、7月に結婚したわけなんですけれども、はいはい、あのね、フォトウェディングはしたんですよ。はい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 、結婚式はあげなかったんです、うんうん。披露宴はしていないんですけれども、うんうん、まあ、写真屋さんで、しっかりね、うん、もう外ロケなんかもしちゃったりして、うんうんうん、しっかりした、お写真は撮ってもらったんです。うんうんうん、で、僕らが、まあ、その、フォトウェディングじゃあやろうか。結婚が決まってね。いう風になった時に、写真スタジオを決めなければいけない、うん。はい。で、やっぱりね、いろんなプランがあるわけよ。うんうんうん、例えば、展望台みたいなところで撮るプランであったりとか、スタジオ内でこじんまりささっと撮るプランであったりとか、うんうんうん、もう値段もピンキリなわけ。はいはいはい、俺は、まあ、正直別に何でもいいから、うん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 、基本的に二人でやることって俺がババババババッと決めちゃうんだけど、うん、まあ、これはね、やっぱりこう女性が主役みたいなところあるからさ、まあね、うんうん、これはじゃあワイフ決めてくれと。はいはい、で、スタジオ決まったら、候補できたら俺に見して、どれぐらいでいけそうって言ったら、じゃあ3ヶ月ぐらい考えさせてって言ったんですよ。はいはいはい、うんうん、カッチーンってもうなこれこ
決めんのに3ヶ月かかる。勘弁してくれ。あなた今言ってましたよね。こういう上、ほど上ね、やっぱ女性がね、うん、喜ぶだろう。だからワイフに決めさせた。うん、その寛大な心で受け止められませんか。3ヶ月って遅すぎるよ。俺だったら5時間以内には決められる。あ、フォトウェディングってこういう仕組みなんだろ、うん、あ、こういう部分で料金が変わってるんだな。違いがね。なるほど。うん、ここは、絶対ケチってはいけない部分だな。で調べて、うん、1、2時間で調べます、うん、仕組み理解します、あと3時間パー検索して5時間で終わるよ。そんな事務的なことじゃないじゃない。そうだけどさ、だって自分の一生の思い出になるものなんだから、うん、じゃあ自分たちの考えてる予算と、でもこれはやりたい、でもちょっと予算と合わないな、どこまで奮発できるかなとかさ、うん、共働きでしょ。そうだよ。だからね、それぞれの仕事もあるだろうし、うん、その合間を縫ってやっぱり吟味したいのよ。探してるところが、あ、目落としてないかなとかさ。3ヶ月かかります。でも検討時間3ヶ月ですよ。いや、それはどうだろうね。まあ男サイドはちょっとかかるなと思っちゃうけど、うん、で、そこはね、結局、うん、まあ妥協してくれて、うん、一週間で決めるというふうには言ってくれましたけど、はいはい、うんうん、なかなかしこりになったよね。向こうの恨めしそうな顔、すごかったから。そうだね、うん。最後は仲良くやれたんだよね。でも、もうなんか、ことあるごとに、そのさ、なんちゅう、マージン取りすぎるっていうかさ、うん、まあ、あえてちょっと多めに取っとくっていうね。俺はもうパパパパパッとスピードで決めていくべきだって思うから。なるほど。そこのぶつかり合いはある。かかる時間のその価値観みたいなところで言うと、うん、僕喧嘩一個あって、うん、まあ、家でこう、まあ、それぞれのこう家事を担当するじゃないですか、うん、でお風呂掃除してって言われて、あ、いいよっつってこうお風呂掃除を最初したんですよ、うん、でこうバーバーっと自分がお風呂入るついでにこう綺麗にしてで出たら、うん、こう嫁がおもむろにこう僕が出た後のお風呂に行って、あ、ここ洗ってないねとか、あ、ここの排水口洗ってくれてないねとか、いや、チェックをし始めたわけ。あ、うるさーいと思って、ね、そこはもう、じゃあやれよと思うけど、まあこれ怒られるなと思うから、うん、あー、ごめんごめんつって、まあこう終わるじゃないですか。で、また次、ちょっとしばらくしてからお風呂掃除してってなったから、あ、じゃあ、この間ああいうこと言われてるしと思って、僕は結構隅々、もうじっくりゆっくりやったわけです、うんうんうん、本当にちょっとやりすぎなぐらい、うん、もう隅々まできっちり徹底してあって、もうこれで文句は言わせないと思ってピッカピカにしてドヤ顔でお風呂出てったら、うん、何時間やってんだよって、嘘でしょ、いつまでやってんだよ、嘘でしょって言われて、うん、ってなって、いや前散々文句言うから言われないために徹底的にやって、それにしたって時間かかりすぎだろ、めちゃくちゃ怒られました。それはおかしいだろっつってたって喧嘩になりましたね。そういう時ってさ、うん、どうなんの、うん、三村家では。まあそのお互いのもう主張ですよ、うん、いや俺はあれでだからってこうそこは折れずに、いや前にそれで隅々までやれって言うからこっちやったんだろって言うと、うん、いやそれにしたってじゃあこっちは子供さんに見てて、うん、こっちでいろいろやっててって、まあ何分ぐらいだなと思ってやってんのよって、まさかこんな時間かかると思わないじゃん、うん、止まってんのみたいな。動きが。いや、あと、宿泊してんのみたいな、らしいんだけど。止まってんのなんだそれみたいな、最初はそこだったらなるんだけど、うん、うちはでも、やっぱ長い付き合いだからか、結構ね、ゼロになるんだよね。ちょっとしばらく無言というか、会話はなくなるんだけど、まあなんかちょっとすると、まあなかったことのように、こう、スッと普通に戻るというか。あ、そう。そうね。あと、本当にうちは喧嘩した時は、お互い笑った方が負けみたいなのがあって、うん、こうお互いちょっとこうね冷戦状態続いてても、なんかどっかでこうお互い笑わせに行って笑ったら終わりみたいな。わかるな。それで一応仲直りってのは一応うちはルールね。コビさんとかどうですか、仲直りってとこで言うと。いや結局俺の方から謝るね、なんか3日4日ぐらいして、まああと俺は誰かに言うね。うん、ああ、なるほどね。こないだこんなことあってさ、うんうんうん、俺悪いって聞くと、まあ、99% みんな、いや、ホイップさんそれないよって言うから、あ、あ、あ、そう
なんだ。なるほど。あーってなって、うんうんうん、急いで帰って。大体ね。ごめん。冷静に考えたが、はいはいはい、俺が悪かったって言って。なるほどね。まあまあね、それが、まあそういうのもいいんじゃないですか。あとはね、この間ね、これちょっと俺良くないムーブしちゃったなと思ったんだけど、ワイフと家でさ、普通におしゃべりしてる時にね、ちょっとね、タチの悪いジョーク言ったんですよ。奥さんの方がね。うん。それはジョークにしても言うべきじゃないっていうことを口滑らせて言ったんだけど、はいはいはい、うん、でも、そのジョークが出るっていうことは根底にこういう考えがあるんじゃないのかっていう思いがあって、うんはいはい、すごいそのジョークを聞いた時ショックで、うんうん、うーガーンってなって、うん、いや、でも、ここでなんか水を差すようなことを言ってもしょうがないから笑って過ごしてたんだけど、はいはい、やっぱり翌日言ったのよ、うん、それは別に俺に対するジョークではなかったんだけど、うん、あれは良くない、うん、本当に絶対に口にしちゃいけないことだし、うんうんうん、そういう考えがもし何パーセントかでもあるんだったら、うん、良くない改めた方がいいよって言ったんだよね、うんうん、したらワイフめっちゃ反省してさ、おごめん、分かったって。私も悪かった。お、今までとちょっと違って、そこは 100% 非を認めたんだ。そう、俺も、もちろんね、丁寧に言ったんで、うんうんうん。それで終わったはずだったのよ。はいはい。2週間後、俺、なんか、まだもやもやしてて。それで終わったはずなんだけどさ、俺2週間経っても俺の心の中であの発言消えてなくてさ、うん、俺、二週間経っても、やっぱりあのジョークは許せないんだよなつって。それはやばいわ。引っ張るな地獄の蒸し返し。それ一番夫婦喧嘩でやっちゃいけないやつね。蒸し返しはダメよ。さすがに、それはワイフも、うん、いやもう、それを言われてももうどうしようもない。それはそうだ。何を言っても信じてもらえないのか、うん、私はと。そうだね。うん。それは一回のそこで収めとかなきゃいけないやつね。ホイップ坊やらしいな。やっぱ蒸し返しは絶対良くないなって反省してね。そうですね。それは気をつけないといけない。なる。僕もう一個ぐらいあるんですけどいいですか？全然いいですよ。僕ね、まさに実は、うん、今日なんですけど。ちょっと言い合いになったことがありまして、うん、これぜひね、既婚者のリスナーさん、ちょっと伺いたい、子供がいらっしゃる、うん、リスナーさん。うん、子供に、YouTube どこまで見せる問題。あー、なるほどね。なんですけど、うんうん、こう、うちはね、スマホとかではあんま見せないんですよ。うん、でテレビに YouTube がこう繋がってて、まあテレビで見れるようになって、うん、まあ子供も今それで YouTube 見たりはするんですけど、まあ闇雲に全部いいよとはしてなくて、うんうん、まあ結構こう、なんだろう、工作動画とか、うん、なんかそういう系のものは見ていいよみたいな話にしてるわけで。うん、で、まあ僕としては、まあそういうところで全然見るのは構わないんだけど、っていう、まあほんと細かいそれぞれの夫婦の価値観なんですけど、うん、このチャンネルはいいけど、ちょっとこのチャンネルはちょっとなんか、ちっちゃい子が見るにしてはまだ早くないとか、まあ正直あまりちょっと意味がないというかね、見せるものじゃないんじゃないかっていうやりとりをお互いでしてて、うん、嫁の方はいやいや別にこれ、このランクだったらいいでしょっていう、ちょっとお互いにそこにこう違いが生じたわけ。うん、僕もちょっと熱くなって、今思うと反省してるんですけど、そうか、お前はじゃあしょうもない動画 OK なのねって俺言っちゃったんですよ。ほー。ちょっとイライラしちゃって。剣がある言い方をしてしまいましたね。もうその瞬間ゴングのカーンと聞こえて。もう嫁の怒りはその一言言ってんです。しょうもない？何それ？何がしょうもないの？具体的に言えよ。何がしょうもないの？ちゃんと言って。俺も言えないから。うん、いやいや、ね。まあ、それは別にそこじゃないじゃんか。二村さんもね、心の中で、やべえ、やべえ、口が滑った。やっちゃったと思ってんだけど。いらん就職後つけちゃった。そうそうそう。何がじゃあしょうもない。じゃあしょうもなくないのって何？それちゃんと明確に言えよ、わかんないから。うん、いや、別にそうじゃなくてさ、だね、こうこうこうでこうだろって、うちらはこういう話でやってたじゃんか。いやいや、わからんわからん。明確に言えよ。しょうもないってなんだよ。激詰めじゃないですか。
すいませんでした。ごめんね、ごめんね、つって俺も。いや、それまた、怒り煽るやつ。それ謝ってないやつ。いや、奇跡が起きたのが、うん、それなんで、わーわー言ってたわけ。うん。したら、長女がさ、やめてっつって。おお言ってくれて、で、なんかそこでちょっと、ふざけてくれたのよ。うん。まあ、そうなったら俺らは、やっぱ、ハッとするじゃん。あ、いけないものを、見せてしまってるってね、うんうん。で、俺らとしてはまあ別にいつものやり合いなんだけど、ああ、子供にとってちょっとこう、良くないっていう風に思わせてしまったなっていう反省がお互いあって。どんな YouTube よりも悪影響だったなと。もう慌てて、いやいやもうね、お父さんお母さんはそんな別に本気でやってるわけじゃないんだよ、みたいな風にお互い言ってさ、うんうんうん、まあ笑顔でこう、手を繋いで終わったんですけど。うんうん、まあまさに。いや、怖かすがいですね。そうね。でもありますよ、それは。本当にちょっとしたそれやっぱ喧嘩腰な言葉とかって、うん、やっぱ相手をカチンとさせてしまうというね。本当ですよね。大体トラブルの 99% 言い方の問題ですからね。そうそうそう本当にそう。うん、気をつけなきゃいけないなと思いますね。俺もさ、うん、ね、お互い休みの日でさ、うん、ワイフがさ、料理してくれるっていうからさ、うんうん、じゃあ買い物行ってくるねって。なんかカレー作ろうとしてくれてんのよ。うんうんうん、ありがたいじゃないですか。はいはいはい、で、買い物行ってくれて、一、うん、回帰ってきて、うんうん、で、なんか、ちょちょっと荷物置いて、はいはい、また買い物行くねとか言うのよ。おうおうおう。おうおう、つって行って、うんうんうん、また出てって、うん、なんか買ってきて、一、はいはい、回家に戻って、うん、荷物置いて、また出てったのよ。はいはい。まあ、一回、こう、帰ってきてるってことね、そうそうそう買い物行くごとに。つどつど帰ってくんのね。うんうんうん。で、3回家出て帰ってきて、うんうん、お疲れ、何、毎回戻ってきてたの、うんうん、いや、あそこのスーパーと、あと100円ショップも寄りたかったし、で、あと区役所も寄りたかったから、って。いや、それさ、まあまあ方向一緒なんだから、うん、全部いっぺんに回ればいいじゃん。何その買い物ルートの効率の悪さって言ったら、うん、いや私の休みなんだから好きにさせてよってブチ切れられた。確かに、それはそうだ。確かに、人の休み、どういうルートで買い物しようが、そうだね。人の勝手だったなと思って。荷物は軽くなるしね、その方が。そのスタイルに文句をつけるべきじゃなかったなと思った。あれだね、人の嫁がブチ切れるのって面白いね。本当だよね。俺、三重村さんの喧嘩話めっちゃ聞きたいもっと。それこそ付き合い始めてからのやつ、もう、サーガとして聞きたいわ。いや、まあ、ありますよ、いろいろと。ね。まあ、でもね、結局は仲良くやれてるっていうのはありますけど。まあ、そうですね。いやー。こんなもんですか？出し切りました？まあ、とりあえず出し切りましたね。まあでも、これでもほんとぜひリスナーさんでもね、うん、ちょっとこんな夫婦喧嘩しましたとか、うん、エピソードいただきたいね。そうですね。ほんと家々で、ね、どこが沸点になるかとか、うん、何で揉めるかってね、全然違いがあると思うんで。ぜひね、コメントで教えてもらいたいですね。そうですね。はい。あと、結構俺らに対する批判来るぜ、これ。間違いない。それはね、もう間違いないよ。ホイップさん、それは DV 夫予備軍ですとか。三村さん、子供の前で最低ですね、とか、ね。本当に。それはもう間違いない。いっぱい来ると思うんですね。まあ、それはもう甘んじで受け入れたいと思います。受け入れましょう、はい。はい。ということで。ということで、いかがだったでしょうか。以上、輝く日本夫婦喧嘩大賞でございました。また来年。ありがとうございました。ここからはお楽しみ。